どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでどんどん音楽できるようになりますよ、ということで日々簡単音楽レッスン公開しております。今日も張り切ってやっていきますよ。今日のテーマソングは夏メロです。こちらです。ドーン、ザ・タイガースの色付きの女でいてくれよ。この曲はですね、1982年リリースのザ・タイガースの曲なんですけれども、1982年ってことは僕ですね、10歳の頃の曲なんでですね、まあ、サビはでもなんとなく覚えてるんですけど、今聞くとですね、まあもう昭和の、この、なんつうの、昭和歌謡曲のいいところがギュッとこう詰まった。しかも疾走感満載。8ビートなんて、これウクレレでやるにはかなり気持ちがいい曲だなということで、全力全身でやっていきましょう。さあ、本日は G ラボのガズモデルウクレレとシンプル簡単バージョンで、こちら初めてウクレレを使ってですね、レッスン今日もスタートしていきます。こっちの初めてウクレレはですね、 Amazon でですね、皆さん即お手元にお届けできるという、そんな状態になってます。 Amazon で初めてウクレレ、検索してちょっとチェックしてみてください。よろしくお願いします。さあ、あとポップアップショップ、2月の17、18に長野県松本市のイオンモールにある、島村楽器店さんにてですね、Gラボポップアップショップオープンです。すべてのモデルの思想と島村楽器別注モデルもそこでね、チェックできますので、ぜひお出かけください。さあ、レッスン入っていきましょう。いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。この素敵曲、世代を超えて歌っていきましょう。大先輩から若者もこの曲はね、気持ちよく歌えると思いますよ。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはこのドライブするリズム感。もうザ・タイガースといえば、まあ、グループサウンズというかロックバンドですから、やっぱこのロックの疾走感、力強さ、ウクレレ一本で表現していこうと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これから自分の手で大好きな曲どんどん自分で生み出せるようになりますからね、ぜひ始めてください。さあ、早速レッスン入っていきましょう。ザ・タイガースの色付きの女でいてくれよ。まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、ゆっくりめでやるんで安心してください。やってみる。 1,2,3。ギリギリ舞の美少女よ。
の、ザ・タイガース、色付きの女でいてくれよ、ガズレレ流、シンプル簡単バージョンやってみました。なんという、この、いいですね。さよなら僕の美少女よ。このなんかこう、すごい詩的なこの感じ。キリキリ前の美少女よ。この、まずこの色付きの女でいてくれよのこの、色付きの女っていうこの表現も、すごいこの、なんていうのかな、ロマンというか、このポエトリーなセンスというか、すごいですよね。なんか、すごい、あの、昭和のパワーを感じさせていただきます。ということで、エネルギッシュな曲なんですけど、今聴いていただいて分かったと思いますか？オリジナル、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンとはいえ、あの、YouTube でですね、レコード大賞かなんか受賞している時の演奏の、パッケージになっております。1番を全部やって、またサビをこう繰り返していく、そしてエンディングに入っていくという、そういうね、テレビバージョンでちょっとお届けしております。フルコーラスでやりたい方も、まずこのガズレレバージョン、テレビショートバージョンでやってもらって、慣れてきたら、あの1番のコード進行に2番の歌詞を書き加えてフルコーラスとトライしていただけると思うんですけど、まずはこのガズレレバージョンでも結構ボリュームありますからね、やってみてください。コードはですね、簡単コードだけです。今出てきたコードは7個、入門コード7個でできるんで、初心者さんでもできると思うし、これを機にですね、大先輩の方、当時リアルタイムで聴いていた方もですね、ぜひ始めていただければなと思います。これも簡単ですからね。ただし歌はですね、簡単じゃないですよ。しっかり聞き込んでね、練習していきましょう。まずはですね、あのガズレレのレッスン動画に合わせて練習してください。動画の中に歌詞とコードが表記されますので、ウクレレで練習してもらって、まず1個目のゴール設定としてはガズさんのシンプル簡単バージョン、今の演奏に合わせてできるようになるまで練習していただいて、一緒にできるようになったらもう1個目のゴール達成でいいと思いますよ。これ一緒にできるようになったら気持ちがいいんでやってみてください。一緒にできたという方は次のステップにどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人で歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、とはいえ最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのはやっぱり大変でしょうから、まずはね、楽譜練習がいいと思います。楽譜を何回も見て、何回も何回もやってるうちに覚えちゃって、大空に向かって歌っていくとかいうのが、そんな流れになるのがね、素晴らしいかなと思うんですけど、でも楽譜って一体どこにあんのよということだと思いますが、安心してください。今の演奏はガズが入って書いてる手書きノート、このノートのね、楽譜を見ながら今演奏していきました。はい、こんな感じで書きました。これもうちょっとしたらですね、画面にこんな風に映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今ね、大変便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ、このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な山のようなね、楽譜のストック、手書き楽譜のストックの中から毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、この曲いいな、私チャレンジしてみたいみたいな感じでお選びいただいて、お手元にですね、デジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。で、このガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもね、いろいろあります。毎月2回ガズクラブメンバーがもう世界中からのね、参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね、盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですから、ちょっとハイレベルですよ。こちら YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね、大学ですから、皆さんちょっとね、レベル高いですよ。入ってくださる方、きっと16ベイトとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々と、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。で、あとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといって、スタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなこと、ぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことを概要欄に貼ってあるんで、チェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。色付きの女でいてくれよ、ザ・タイガース、いい曲ですよ。今日はですね、ちょっと今日の楽譜はこのワンブロックちっちゃいです。これがポイントです。このイントロもちょっと長いんですけど、こう4つでこう太文字に囲ってるんでですね、ちょっとこれを見ていただいて、コードは簡単でしょ。で、ここは2ブロックで、ちょっとこれかっこいいバージョンではここキメが入ります。はい、ここでね、ちょっとね、かっこいいバージョンではコード、抑えづらいちょっと特殊なコードが登場します。
F ディミニッシュっていうコードが出てくるんです。これはかっこいいバージョンで解説していきます。今のはこんな感じでやってきましたと。はい、それでここから歌が始まっていくんですけど、はい、コードはシンプルなんですけどですね、歌はやっぱりね、簡単にはいくらやってもできませんので、しっかり聴くんでやっていってみてください。あとこのタタッタっていうのはかっこいいバージョンで決めが入ったり、簡単バージョンでここちょっと伸ばしたりってテロップね、それぞれ書いておくんで、こう見てみてください。あと、ここはね、ちょっとかっこいいバージョンでこのね、リズムを変えます。ここで A メロっていう風にしているところで。この辺も後でかっこいいバージョンを解説していくんですけど、今やったシンプル簡単バージョン、上の段を4つで弾いていったよというパターンになっております。一時停止して、お時間の方書いていただくか、今、紹介させてもらったガズクラブで、この今映ってるガズの手書きノートのデジタルデータをお手元にダウンロードしてすぐご活用していただくのもめちゃくちゃおすすめです。ガズのノートの特徴、いつも言ってますけど今日も言います。歌詞の上にこの点がついてるじゃないですか。これリズムがわかるんですよ。やってみましょう。せーの、はい。さよなら、なから A マイナー始まる。さよなら、僕の美少女ようです。この点のとこでこのコードが変わるみたいな感じで、これは急風ですね。キリキリ、木の上で、キリキリで、こんな感じ、これかなり参考になります。あと歌詞カードには出てこない、このね、伸ばすところ。さよなら、僕の、こんな風には書いてないですけどね、歌詞カード見たら、さよなら、僕の美少女よって書いてあるだけですから。これがかなり参考になると思います。ちょっとこう、今日ワンブロック詰まってるんで見づらいかと思うんですけど、テロップと合わせてね、見てみてください。ってことは結構ボリュームありますよ。本来ちゃんとした書いたら、これ余裕で2枚に、楽譜が渡りますからね。はい、コンパクトに収めています。一時停止で書いてください。お時間ある方は。まあ、ガズクラブに入っていただいて、で、ゲットしてもらうのもいいかな。ここね、ここいろいろ書いてあるけど、これは後でかっこいいバージョンでは説明していきます。はい。で、ここですね。はい。次、B メロ。ここら辺のね、なんかメロディーもすごい不思議な、ね、移り気な夢のところ。はい。で、ここ伸ばした感じですね。ここかっこいいバージョンではタタタとか決めきますけど、簡単版は伸ばしました。で、ここ最後サビなんです。これ最初のサビと同じですからね。これを2回繰り返して、ちょっとここに、ちょっと、解説するんですけど、曲の構成としてはこうやって最初からずっとここまでやってくるじゃないですか。で、サビになってこうやってやってみたら、1回目は、はい見て、Am2 ブロックやって、もう1回サビに戻る。もう1回ここ戻って、2回目はもうラスト。ってことはここエンディングになるんですけど、これイントロと同じメロディーです。で、これをやって、Am と思った。こういう感じになっております。はい、じゃあ出てくるコード見ていきましょう。赤く囲ってるのはかっこいいバージョンで出てくるコードなので隠しておきましょう。言っていきます。C、Am、F、Dm、G7、E7、Em7、7個です。今日のこの7個はいっぱいあるように思うかもしれないけど、安心してもらいたい入門コードのグループ、これです。ガズレレ。必須コードのメンバーでございます。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループなんですよ。その10個はあるのかと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら入門コードなんて超簡単。だけど10個いっぺんに覚えようとするとめちゃくちゃごちゃごちゃに頭がなっちゃうんで、そこで私が皆さんにめちゃくちゃ役立つめちゃくちゃいい動画を撮ってます。説明している動画です。概要欄に貼っとくんで、ぜひその動画をチェックして10個のコードを覚えちゃってください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思います。いつもこのタイミングでお伝えしてるんですけど、歌をのね、歌の確認聞き込んでしっかりマスターしていきましょう。特にね、移り気は夢の数と同じだけ、それぞれの心に、このメロディー結構ですね、特徴的でした。掴むのは結構ね、聞き込んで何回も自分で歌の練習をしてから、弾き語りのレッスンに入っていくのがいいかなというふうに思います。歌中心ですからね、弾き語りも。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。今日はね、1個だけちょっと厄介なコード出てきます。これです。 F ディミニッシュ。これどういうふうに考えたらいいかっていうと、まずね、二つのちょっと考え方があるかなと思って。入門コードのうちの一個の G7 を押さえてください。G7 を押さえてるところに、ここですね。4弦の1フレットを押さえたいんですよ。だから、考え方1としては、G7 を押さえといて、親指、こういう手があります。なんだけど、これ一周にしてね、これやるの結構難しいんで、今日ガズさんはどうやってやったかというと、人差し指で全部押さえておいてから、こことここ、こんな感じですね。だから、ね、今日はね、F ディミニッシュから E7 っていうコードが多いんですよ。だから、見て、E7、E7 ってこことこことここじゃん。E7 にここを足したとも言えるんですよ。こことこことこことここだからね。だから、G7 にここを足したとも言えるし、E7 ってこうだからね。E7 に2弦の1フレットを足したとも言えるわけですね。そうすると、これどうやって押さえるかというと、1フレット全部制覇しといて、2弦の、あ、じゃあね、3弦の2フレットと1弦の2フレットをこうやって押さえるってことですね。そうすると。はい。なんとも不思議なコード。コードの響きとしては、F ディミニッシュから E7。
こんな感じ。でででで。わかる？だからガズさんは E7 を押さえてここ倒して、こう。F ディミニッシュから E7。こういう風にやってます。今日このセットでこれが出てくるんですよ。F ディミニッシュから E7。これがイントロの中と曲の中の A メロの途中のところに入ってきます。このコードがね、結構やってみたらね、ややこしい。で、今言ったね、このセアっていうんですね、この人差し指で全部あの1フレットとか押さえるの。これかなりね、ちょっとね、コツがいるんで、こうやってビタッと押さえるの、1フレットを全部押さえるの。はい。このセアバレーっていうんですけど、この動画めちゃくちゃ役立ちます。A シャープというコードで解説してるんですけど、ちょっとうまくいかない方はこの動画概要欄に貼っておくんで、ぜひセアバレー、ちょっと研究してみてください。これがね、今日はちょっとキーポイントになります。ということです。で、リズムです。リズム、今日はシンプルにドライブ感満載と思いきや、ちょっと面白い感じのところがあります。ドン !8 ビートのチャット、カッティングです。このカッティングっていうのがですね、ちょっとこうメリハリをつけるんで、もう最高にかっこいい。と、ひとまず今映ってるリズムの解説は概要欄に貼ってある、ウクレレでできるリズムのいろいろという URL の中にそれぞれの濃厚解説レッスンの方があるんで、ぜひやってみてください。基本的にはね、ほとんど 88% 8ビートのチャで、いきたいと思います。これがね、かっこいいんですけど、注意点があります。すごい気持ちがいいリズムなんで、どんどんテンポ速くなりますから。そこをですね、こう、うまいことコントロールして、こう、余裕を持ってですね、プレイしていくということになると思います。まずじゃあ、イントロやっていきましょう。イントロちょっと長めなんですけど、ちょっと全部やりますね。ワン、ツー、スリー、フォー。もう一回。次に決めが入ります。ここです。はい。今の確認しよう。E7。はい。出ました。F ディミニッシュから E7 の。で、つってで、せーの。アップから入るから、矢印マーク、シンコペーションです。E7 から矢印が入って F ディミニッシュで E7 で止まる。ダン、チャッタンダン、スタッタダン、うん、うん。こんな感じですよ。もう一回。せーの。さよなら、入っていきます。ここ。この F ディミニッシュ抑えづらいからやってみてください。今はガズはこう人差し指倒したけれども。でもいいです。親指で瞬間的に抑えるのも、トライしてみる価値はあるかなと思います。ここがね、渋いんです。この響きがぜひトライしてみていただければというふうに思います。はい。それここから歌が始まるんですけど、ここはもうシンプル。さよなら、僕を。一応これはサビですからね。まあね、ここはもうね、熱唱です。もう全開でいきましょう。で、色付きの女でのところで、色付きの女ダダッパー。F でダダってやって、Em7 で伸ばす。ダンスタン。ここは、聞いてもらったらわかると思います。色付きの女で見てくれよ。ここは、そう難しくないです。ダダッ、ドーン、ダン、ダダッ。はい。ここがね、渋いんですよね。はい。で、次。A メロなんですけど、黄昏の窓辺でところ、ここで出ました。8ビートとカッティング、8ビートのちゃんとカッティングが混ざったやつです。ちょっとここやってみましょう。1、2、3、あ、その前に、色付きの女でいてくれよの、最初にやった後に、このツタタタタタツの感想の後に入ります。これはまあよく出てくるやつですけど、ちょっとやってみると、こんな感じですね。おかずです。最初にチャを弾いといて、チャッタ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 ッ。で、次のバースに入っていく。よくこういうね、次の盛り上がるときに、こう、橋渡しするときのおかずというふうに言われてるんです。このツタタタタっつうのが出てくるよということなんですけど。で、それで A メロ入ってきますけど。ここで、さっき言ったように8ビートのちゃんとカッティングが混ざったリズムやっていきましょう。1、2、3、黄昏の窓辺で髪も好き。かっこいいでしょ？これ A マイナーで練習すると、ダツ、ダツ、これ、丸と×と星で表記します。丸、×、チャ、丸、×、×、チャ、チャ、チャ、わかる？ダーツ、チャ、ダーツ、ツ、チャ、ツ。これ、丸、×とか星とか書いてあるじゃん。丸は引く、×はカッティング、星はチャです。口で言うと、ダーカ、チャ、ダーカ、カ、チャ、カですからね。これで、これカッティングって言うんですよ。このカチャカチャ言ってるのはもうどこでもいいんですよ。弦に触れてる左手。ね。弾くときは普通に。チャはチャです。右手。
このちょっと空間的な感じがかっこいい。黄昏の窓辺で髪を好き、かっこいいでしょ。ひたすらに口ぶるを。次ですね、これ、ここまた出てきた F ディミニッシュと E7 シンコペーションで E7 アップ、やりづらいよこれ、やってみてください。はい、でまた、歩けない笑顔が眩しくてさりげなく背を次伸ばす、次もまたカッティングだ、ツタツタツタタタタタタタ。はい、ここはツタタタタワンブロック、これを入れて、うつるぎな夢のに入っていきます。ここの A メロのところのこのカッティングと8ビートルじゃん、これはね気持ちがいいんでやってみてください。こんな感じです。切れ味鋭く、切れ味が鋭くするのがもうかっこいいですから。で、あとはもうずっと8ビートルじゃん、シンプルに。で、次の B メロっていう風に言ってる移り際のところは、言って最後のところで、ね、ちょっと伸ばす決めがあるんですけど、移り際夢の数と同じだけ、それぞれの心に次、それぞれの次いきますよ。夢も2,3,4,5,6,7、ダダダダツタタタタタタ、これわかるかな、ツタタタタンっていうのが入ってくるんです。ちょっとゆっくりやってよ、それぞれの夢を、それぞれの数えてください。あります。ここがですね、ちょっとこの逆算してこうリズムをやるようなところですね。夢5,2,3,4,5,6、チャパパパ1,2,3,4、ダタタタタタ、ここは気づいてください。伸ばすところなんですけど、なんかこう途中で一回ダーンってやる前にツタタタがちょっと入ってるんですよ。これはもうね、何回も繰り返すしかないです。チャタタタ、チャタタタをこううまく使った E7 の4ブロック分の伸ばすフレーズというツタタタ入りですございます。あとは繰り返しになります。ここはいいですね。これがですね、昭和歌謡曲の素晴らしいところ、歌が覚えやすい、曲の構成シンプルで、やっぱりキーポイントとしては歌が、やっぱり歌は簡単にできないからね、歌とやっぱりですね、リズムキープなんですよ。いろんなリズムがこう混ぜ合わさってるんで、なんかよれちゃうっていうか、早くなっちゃったりしすぎです。で、気持ちがいいからね、やっぱり早くなるっていうのはやっぱり気をつけた方がいいポイントだと思いますね。これもしかも気持ちがいいからね、いつまでも、いつまでも、いやーもうこれ気持ちよくやってるとね、どんどん速くなっちゃう。はい。この辺が注目ポイントでございます。そしてやっぱり今ね、YouTube でやっぱり当時の映像とかもいっぱい見られるようになってます。やっぱりね、いいですよ。僕もずっと見ちゃいました。いろんな映像を。やっぱりね、かっこいい。あの時代っていうのはすごい時代だったんだと。そんな思いとともに歌う。感情たっぷりで歌っていきましょう。ザ・タイガースの色付きの女でいてくれよ。ガズレレリをかっこいいバージョン。やってみる少女よ。
ザ・タイガース色付きの女でいてくれよ、ガズレレルかっこいいバージョンやってみました。めちゃくちゃ熱い、エネルギッシュというかですね、いいですね。全力全身でこれは歌っていきましょう。お知らせです。はい、こちらの方が、リリースされましたよ。これ大好評でございます。はい、ハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2ということですけど、これそれぞれ過去に出していた、こっちが1、2、こっちが過去に出して3、4が2冊分がこれそれぞれ200曲収録というね、話題の本でございます。Amazon 並び書店さん、楽器店さんので、今販売しておりますんで、ぜひねチェックしていただきたいと思うんですけど、これ Amazon とか楽天ブックスさんでご購入いただいた方はレビューを書いていただけるとですね、これからまだガズレレ知らない方にすごい参考になると思います。ぜひともよろしくお願いします。いろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、インストールは無料ですので、まず入れてみて、お試し、楽譜もあるんで見てみてください。そこでもね、たくさん楽譜がゲットできますからね、1曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとね、この水引きとかキャップだとか T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさん取り上がってます。公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これをね、世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの、YouTube、これ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、本当に簡単ですから。鍵盤楽器は全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていってください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。バイバイ。